こんにちは、ハイジです。コンビニで見つけた美味しそうなものをただただ食べてみようのコーナーでございます。というわけで今日見つけてきたものはこちらでございます。てでーん。セブンイレブン肉盛り中華そば498円でございます。見てください。この隙間から見える盛られたお肉。このピカピカ感と肉盛りっていうこの魅惑のワードに惹かれて買ってしまいました。早速温めていきましょう。ここでみんなが気になってるのが中華そばとラーメンの違いだと思うんだよね。結局その2つ何が違うのって思ってる方いると思うんですけれども、私が調べた結果、ラーメンっていうのは実は元々の中華そばを日本風にアレンジした食べ物だそうなんです。だから中華そばの和風バージョンがラーメンっていうことらしいですね。僕らにとってはその2つの違い別にどうでもいいじゃんって思うかもしれませんが、料理人からしたら全然違うものだ、分けてくれって思ってる方もいるみたいで、僕昔結構いい料理店に入ってそこに中華そばのメニューがあったんですよ。これすげえうまそうだなと思って店員さんを呼んで、すいませんこのラーメンくださいって言いましたら、店員さんがなんと、もうそのデパート、温まりましたので開けていきましょう。パカ、さあご覧ください。この感じでございます。ちょっと揺らしてみるとお肉が踊るかと思いきや、スープがチャパチャパ言ってるだけ。麺はこの中華麺っていう感じしますね。おそらく醤油スープだと思われます。ではまずはスープチェックからいってみましょう。あ、油っぽい油っぽいって言っちゃったら油っぽいんだけど、見た目にはサラサラしてるスープのように見えるかもしれませんが、油っぽさは結構あるね。で、醤油ベースなんですけど、おそらく鰹節的な魚介の風味も取り入れてる状態の、まあ食欲をそそるタイプの味わいでございます。油感はあるけど。ではもうお肉と絡めて食べていっちゃいましょうかね。いただきます。やっぱりもう美味しい。麺が軽快にね、プチ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 口の中で切れていって、すぐにそれがね、このスープという波に乗って口の中全体に紛れ込んでいくんですよ。その味わいがまず絶妙に美味しい上に、噛んだお肉から吹き出してくる旨味の満足感であったり、それをまたこのもやしとかネギのシャキシャキ感が一個上の味わいに押し上げていってくれる感じ。これ結局中華そばと言いながら日本人が好きなジャンクな味わいにもなっちゃってますね。これ僕の中では大おすすめしたいくらい美味しいですよ。ではついてた特製スパイスも加えて食べてみましょう。また美味しくなっちゃうのかな。全部は入れずにこのくらいで。うまいね。味は引き締まった感じがして、正直さっきよりも僕好みの味になってます。喉の方がもう早くここ通してってすごく催促してくるくらい、飲み込みたくてしょうがなくなる味っていうんですかね。とにかくこの中華麺の食感が全てかなって思えるくらい、これがうまいのかな。上の歯と上唇のこの間のスペースに細かく切れた麺が挟まってくるんですけど、ここの部分すらも美味しいなって感じてしまってるくらい、麺の肌触りがすごくいい感触でございます。これとにかく最初にスープを一口飲んだ時にちょっと油感が強いかなって思ったんだけど、実際麺やお肉をすすってる時は全然気にならないというか、むしろちょうどいい油感だった気がしますし、結構ボリュームがあったはずなのにもうちょっと食べたいよねって思わせるような魔法をかけられた感じがします。で、スープがこのようにね、まだちょっと残ってるんですけど、これは飲んだら負けだと思ってる。このスープを飲んじゃうかどうかで太るかどうかが決まってるような気もするので、もうこれはもう男らしく我慢したいと思います。我慢してこっち食べる。